趣味の部屋からこんばんは。どうも、ボヒケンブランドです。本日は日曜日でございましてね、前夜祭でございます。皆様、本日もお仕事お疲れ様でございました。この動画を皆様の晩酌のあてに見ていただけると幸いでございます。本日もお仕事お疲れ様でございました。これね、この間ね、いただいたね、あのポンティアックのオーナー様からいただいたノンアルコールビールでございます。うまい。で、こちらがやはりガークレイジーさんの、お友達のジョコンダさんを買ってくれると言った社長さんが差し入れてくれたウイスキーでございます。いつの間にか減っちゃってるので、すいません、これをちょっといただきます。ウイスキーってさ、置いとくとさ減るんだよね。天使の取り分。すいません社長、いただきます。あお、ここでノンアルコール早速いきましょう。本日の議題は、まあね、今日はね、リーバイス、もうちょっとね過ぎちゃったんですけど、今日何日、10日11日6月6月の3日で、今ほら履き込んで調教してる、日本製リーバイス LVC1947年モデルのやつね。それがね、3日の日で丸々2ヶ月経ったので、本当はねそこで洗おうかと思ったんだけど、ちょっとね我慢してる。まあ後でね詳しく見ていただきたいんですけど、それと別にね、まだまだなんだけど、去年1年で育てていた、やはり去年の私の誕生日に開封して、育ててた2001年 USA 製のリーバイス501レギュラーあるじゃないですか。ここにもかかってるんですけど、かっこいいんだ。これをね、ここ最近ね、ずっとちょっと仕事着の方にやっぱり使ってまして、で、47モデルちゃんの方は仕事では使わないでね、完璧に部屋着だけという形で、まあ、ここ2日ぐらいね、夜寒かったんでね、パジャマにして、やっぱり寝てましたけど、まあ、そんな感じでね、レギュラーちゃんの方もね、ちょっとなかなかいいやり方をちょっと本当にしてるんで、まだね育ててる段階なんでね、それもねちょっと後でチラッと見てもらいたいなと思いましてね、今ここに置いてあるんですけどね。ちょっとね本題に入る前にね、一つだけお話いいですか。この間、今私が着てるこのショットのリボンタグちゃん、洗濯した動画を出したと思うんですけど、おかげさまでね、匂いはね全然良くなった。うん、これだったら別に普通に歩いててすれ違った人も気にならない。このぐらいだったらね。うん。うん。で、汚れがすごいね、やっぱ落ちて綺麗になったんですよ。ただね、でけえ。相変わらずでけえ。縮むかなとか思ったけどね、多分1ミリも縮んでねえよ。まあな、少々縮んでもね、もうやんなきゃダメだからさ。なんていうお話もしてたじゃないですか。そしたらね、まあ、私が言ってたのは、高円寺の LDFS さん、レザーラボっていうチャンネル名でやってる方がいるんですけど、そう、そこへね、ちょっとね、お願いしようかなって思ってたんですよ。そしたら、そのお店の、多分社長さん一人でやってると思うんだけど、その方から、書き込みが私のところに入ってまして、いや、ちょっとね、嬉しいですね。はい。まあ、この前も言ったようにね、すぐはちょっとね、僕も行けないんでね。ある程度お金が貯まった。金額もね、なんとなくね、本当にちょっと、そこでね、直してもらいたいなって思ってるもんでね、お言葉本当ありがとうございます。びっくりした。いや、なんかと思って、いつも動画で見てる人から来てるって。びっくりしちゃった。いや、でもありがとうございます。そのうちちょっとね、ご連絡させていただく時が来ると思うんでね、その時よろしくお願いいたします。はい、ただな、東京なんだよな。東京行ってほら、人さらいとかいたら嫌じゃんね。どうしよう、俺さらわれちゃったら。なんせ、花の都、大東京だからさ、田舎もんはちょっとね、きついのよ、そういうとこが。いやー、なんかちょっとね、嬉しいですね。私のような土手編、チャンネルの動画をちょっとこう見ていただけたっていうのは嬉しいですよね、なんかね。そう、それと視聴者さんの中で南さんと吉田さんがやっぱりこちらの方でがおすすめじゃないですかなんていうのも書いてくれて、で、
あの吉田さんはなんか自分のこの間買ったヘラクレスの革ジャンがやっぱでかいもんで、それをこちらで直してもらうつもりですなんて書いてありましたね。まあな、やっぱ今鏡見てるけどやっぱでかいんだよな。なんとなくもうちょっとこうねえ、さすがに44号だもんね。でかい。あ、星つけました。これだからエポレットも多分そこ直し出したらこう短くすると思うから、またこの辺にペンってつけてね、移動すればいいかなと。もともとあった穴の通りにつけたら、やっぱりね、すごいこっち側についてんの、星が。端の方に。個体差がね、こういうのは。それともサイズがでかいやつは、そうやってついてるやつが。なんかわからんけど。まあでもね、ちょっとね、ほんとね、こいつはね、お気に入りなのでね、もう、ちょっとサイズ変えて、自慢げに着たいな。まあ別にこのままでもいいけどね、俺ね。自慢げに着るけどね。お、クソでけえの。おい、ブカブカだよ、これ。やべえな。真冬にさ、彼氏の革ジャン、寒いからちょっと貸してっつって着てる女子みたいな大きさだね。まあまあ、それではね、前置きが長くなりましたがね、皆様。はい。ちょっとね、こちらを見てください。はい、ちょっとわかりづらいかもしれないですけど、日本製リーバイス LVC1947 モデルでございます。はい。今ね、このぐらいまでのね、ものが刻まれております。で、さっきも言ったように、ちょっと本当はこの段階で3日の日にね、洗濯しようかなとか思ったんだけど、やめときました。裏も見ましょうか。蜂の巣のところはね、これ多分洗濯したらね、また消えるなっていうぐらいのね、どことなく色落ちが始まってるところもあるんだけど、この横に繋がってるところね、ぐらいのところはまあまあ結構落ちて、次洗濯したら色落ちんじゃないかなとは思ってるけど、この辺の多分あれはまだシワが、あ、でも多少は落ち始めてるな。いや、これ楽しみですね。うん。あと、財布の跡もなんとなくついてるし、あ、リベットのとこもこうね、いいですね。うん。かっこよくなってきてる。ちょっとこの辺もね、いい感じになってるんですよ。この辺、なんていうのこれは。この蜂の巣状態にやっぱなってるんだけどさ、この、こっちも。うん。その辺のね、いいな。この刻まれ方の模様がちょっといいなって思ってる、今、俺。ずっとね、これがね、お尻の方までこう繋がってるんですよ。このシワがね、こういう風に。うん、これがね、最初に破いちゃったとこ。いや、ポッケもいいね。ただね、これやっぱウエストがまだちょっとでかいんだよね。次の選択でもう一回キュッて縮んでくれると思う。ではちょっとね、暗いところで見にくいんでね、明るいところで撮った、動画の方もご覧ください。はい。明るいところで映しております。こちらが47モデルでございますね。明るすぎちゃって逆に私が映ってるかどうか見えません。映ってくれてるといいな。すごくいい感じでやれてます。膝裏。はい、ありがとうございます。明るいところで見ていただいた方がね、ちょっと分かりやすいのかもしれないけど、ちょっとね、我慢できるだけねして、もう昼間のウォーキングとか仕事とかでビタビタ汗かくのには使ってないので、うん、でもそれでももうちょっとしっとりきてるんで洗いたいんだけど、ちょっと我慢します。なんかさ、最近梅雨入りっぽい感じでさ、気温がちょっと低い日が続いたりもするから、そしたらまだちょっといけるかなって今思ってる。じゃあ、次行きましょう。はい、こちらが USA 製2001年501レギュラー、履き込み年数1年と2ヶ月でございます。こいつはもうここ1週間ね、ちょっと作業で使ってます、ずっと。まあ以前もね、年末ぐらいの時はね、こいつともう1本702、去年育ててた5本のうちの2本ね、それを最後の追い込みだって仕事着に使い始めたわけですよ。で、まあ、今回もね、また使ってるんだけど、これね、よーく見てくれるとわかると思うけど、今やってる作業がさ、上から油汚れがいろいろ降ってくるお車ちゃんなんですよ。で、それがさ、
やっぱジーパンについたりとかさ、地面に落ちたやつを俺がこう踏んじゃったりとか、背中でこう寝っ転がったりしてやってるから、それで油汚れがついてるんですよ。こうね、こういうの膝なんかも、まあもともともうね、いろんなサフとかサビ止めとかもいっぱいついちゃってたから全然いいんだけど、それがねジーパンの味なんで、これもねちょっとね今日ね本当はね洗濯して、月曜日から702の作業着にって思ったんだけど、ちょっとねさっきねまじまじね、あの明るいとこでも見てたんだけど、すごくいい感じの本当のリアルなエイジングじゃないですか、こういうオイルの汚れとかっていうのも。蜂の巣バキバキですよ、バキバキです蜂の巣は。でこの膝、つながる膝の横も結構いい感じできた。で汚れが付着してと、オイル汚れがこうあっちこっちについてね、こうこれちょっとね、あのこの辺にもオイルついてるけど、これいいなって自分で思って、どんどんこれから色がほら落ちてくじゃないですか。そうするとその油汚れの黒いとこだけ薄くなりながらこうボケて、でも消えないんです。消そうと思えば消えるのかもしれないけど、浮き出るんですよその汚れが。やっぱりじゃあこれもね、ちょっとこの暗いとこじゃ分かりづらいと思いますから、昼間の方の、動画をご覧ください。そしてこちらが私の影が入りましたね、去年1年育てた2001年 USA 製501レギュラーでございます。このオイルとかのリアルエイジングのオイル汚れとかついてるじゃないですか。これがね本当にリアルワークで使って、エイジングが進んだジーンズでございます。これねまた明日から作業でねちょっと使うんですけどね、なんで両方とも洗おうかと思ってたんですけど、もう1ヶ月無理かな我慢できるだけちょっとね洗わないでね、こっちも作業で使って向こうは部屋着で育てたいと思います。暑い、マジかこの天気は。はい、ありがとうございます。昼間の動画の方がやっぱりね、あのリアルな汚さがしっかり映ってると思いますがね、かっこいいと思うんですよ僕はね。うん、いや知らない人がね、あのこれ履いてる俺を見たらね、ピッタね自分履きやがったあの親父って思われると思うんだけどね。まあでもねいいじゃないね、えちょっとねえ日本ともさいい感じでしょ。なんとなくこのヒゲの出方はこう、こいつもこいつも似てる。やっぱりだそうだよね、俺が履いてんだもんね両方。なんとなくね、うん。ただ一つだけちょっと私誤算がありまして、これさっきも言ったけど、まあすごい知人だとはいえ、まあやっぱりこのジーンズよりちょっとやっぱでかいぐらいなんですよ、こっち34インチね。次の選択でまたちょっと縮んでくれると思うんだけど、そしたらそれでもこれと同じぐらいになるのかなとは思うんだけど、まあ、ただこいつもねでかいんですよ、個体差とかもあるんだろうと思うんだけど、ちょっと34インチ、まあこれもねデッドストックだったからさ、一回最初に選択はしたんだけど、あのリジットのジーンズみたいにギューって縮むやつではないので、これはまあそれでもちょっとは縮んでくれたんだけどさ、だもんでさ、あのずっとこれ履いてたじゃん、仕事になってからもこれ履いたりして、あと昼間のウォーキングとかもこれで行ったりしてたんだけど、だからちょっと大きめのウエストのジーパンばっか私履いてたんですよ最近、まあ、ベルトでギューってやりますけどね、やんないとこうずれて落ちちゃうから。でちょっとね、あのそれに慣れちゃってたのかなって思うんだけど、僕ほら派手なぎっくり腰やる前は71キロで体重をちょっとキープしてたんですよ。一回70キロちょっと切った時もあったんだけど、俺その体重のつもりでいたのよずっと、うん、ちょっとあの本腰入れてね、もう夏だからや、これから暑い季節がね来るから、もう痩せるのに最適の季節ですよ、何にもしてなくても汗出るから。そしたらちょっと本気出して、あの本当に68キロ狙っちゃおうかななんて思って、で何日か前に俺体重計乗ったんですよ久しぶりに、あのぎっくり腰なる前に最後に乗ったんだけど、その時は本当に71キロちょっとかけるぐらいだったんだけど、もうその何日か前に乗ったら74キロなんですよ。であれと思って、あそうか、その
体重計の電池少なくなってるからバグっちゃってるんだと思って電池変えたんですよ。うん、でも74キロなんですよ。正確に言うと 74. もうすぐ75ぐらいになっちゃうぐらい。えって思って、待て置いてる場所が悪いんじゃないって移動して、いろんなとこ移動したんだけど、どこ行っても74キロの数字が出るんですよ。で、ちょっとこれまずいなって思いまして、急遽ね、一番サイズがちっちゃいやつあるじゃん。ブコとか、まあそれこそ SJH とかもそうなんだけど、あと、ウエストだけがギュッてちっちゃくなってるやつ、その辺をねちょっと羽織ってみたんですよ、うん、そしたらまあ羽織れますよ。あのチャックも全然閉まりますよ。でもお腹のこの辺ね、こう革ジャンのベルトとかあるこの辺がね、ちっちゃいやつだと革ジャンにお腹の肉がついちゃってるんですよ。71キロの時はそんなの一個もなかったのよ。ちょっとこういうまだシャツ着ても全然大丈夫なぐらいのね、余裕のあれだったんだけど、で結果さ、まあ、約4キロ太ったわけですよ。その時から。え、なんで?って思ったんだけど、よく考えたら、ここ2ヶ月、ね、正月明けぐらいからさ、生ビールにハマっちゃってたじゃん。特にこの2、3ヶ月は本当にハマっちゃってて。だって、やることなかったから。そう、そう言われてみりゃ、えれいカロリー摂取してるなって思って。いや、ウォーキングはちゃんとやってたんですよ。で、夜も、ぎっくり腰が良くなってからさ、筋トレしたりとか、エアロバイク漕いだりとかもずっとやってるんだけど、まあ、やってるんだけど、その摂取カロリーの方が全然上回ってたよね、きっとね。どう考えてもね、じゃないと人間って太んないからね。うん。あと酒飲みながらなんか食っちゃうからね、バクバクさ、これまずいなと思いまして、でまあ1週間ぐらい前からまたそういうのをちょっと見直してね、お酒もちょっとやめて、まあ親父が来た時だけはね一緒にこうちょっとやりますけど、で今ちょっと明日前夜祭なんで、日曜の夜から月曜日が俺チートデーって昔決めてたんで、その生活に戻そうと思ってます。はい。で今日はチートデーなんで、今ここでウイスキー2杯ぐらい飲ませさせてもらいましたけど、もうちょっとあるからもうちょい飲みますけどね。これ飲み切っちゃわないとさ、ウイスキーに申し訳ないからね。うっと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 、うん、でまあね、ちょっとね、もう本当に昔みたいなクソデブには戻りたくないので、小デブで維持してたいんですよ。ね、なんでちょっとまたね、ここ1週間ぐらいね、本当に前の生活にね戻しております。うん、いやーちょっとね、まあ親父が来た時だけはね、ベースとそれとまあ月曜日ねぐらいはちょっとお酒をたしなましてもらおうかなとは思いますけどね。で前もその生活をそういうのをしてて、でその71キロぐらいをキープできてたんでね、元に戻せばまたいいなと思うんだけど、とりあえず次のほら革ジャンの季節がまた10月後半ぐらいからだから、まあそれまで無理せずね4キロぐらい、まあ多分楽勝でいけると思うんだけどね、前のことを考えるとね、2ヶ月ほとんどお酒飲まないで、食事ある程度気をつけててさ、いつも私が食べてる精進食みたいなね、お坊さんの食事みたいなのね食べてるとね、これで適度な運動をすると、俺大体まあ ね1日昼と夜1時間ずつ歩いて、くーちゃんの散歩も合計で1時間あるから、そのぐらいの運動をしてるとね、まあシュルシュル痩せてくんですよ。でもそういうのが分かってるからまあ大丈夫だとは思うんだけどね、生ビールの味を覚えてしまってるので、それがね落とし穴なんだよね。で明日もねだから定休日だけど、ちょっとね生ビール我慢しようかなと思ってるんですよ。まあそんな感じで本日は革ジャンのお直しの話とリーバイスのお話と、私ちょっと太っちゃったよっていうお話の3本立てでお送りいたしました。この動画がちょっとでもいいなと思いましたら、高評価グッドボタンよろしくお願いします。まだなことはぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは本日も皆様最後まで優しい目で見ていただき誠に感謝いたします。ちょっとね天日干ししてね、染み込んだね汗をね殺菌消毒ちょっとここに置いておきます。